日常運動の食うた日記ようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらネスレのネスカフェゴールドブレンド香り華やぐレギュラーソリューブルコーヒーを飲みたいと思います。香り華やぐってことは香りで勝負するコーヒーってことなのかな。で、は早速もう入ってます、というよりもう今回は入れてます。でもですが、そこまで香りが強いってわけではないんですね。どういうことなんだろう。飲んでみればわかるのかな。では飲んでみます。あ、もちろん今回も後からブライトを入れたタイプも飲んでいますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。そこまで感じられないな香りは。味もなんか半端な感が否めない。まあ美味しくはあるのですが、香り華やぐと言いますが、そこまで口に入れた瞬間に香りが通ってくるってわけではないですね。苦味も甘みもそこまで強いわけでもなく、よく言えば万能なんですけど、悪く言うと中途半端というか、どっちつかずというか、そんな感じです。なので非常に平均点に近いんですが、だとすると香り華やぐと歌っている意味がちょっと首をかしげたくなってしまいますね。ま飲む分には美味しいのですが、もう一つ香り華やぐの名前の負けしてしまっている感がどうしても拭いされないので、これはこちらの提出させていただきます。もうちょっと香り強くしてほしかったなというわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。